鴨モ町屋公園横に設けられた同票モニュメント。1998年10月に設置された。鴨モ王往来とは、備中国鴨モを中心とした形で東西に伸びていた旧街道である。鴨モ王冠とも呼ばれる。鴨モより東は岡山藩六間道のうちの一つでもある。鴨モ王往来の街道沿線はかつて海岸線であったことから、 備中浜街道という別名を持ち、内陸部を通る山陽道に対して並行する形で、海上寄りを進む。なお、鴨型往来の定義には、諸説ある。微前国岡山城下と備中国鴨型を結んでいた、岡山藩関道のみを本街道とする。1、よりさらに、笠岡港までは本街道とする。2、より、さらに金の裏までは本街道とする。三よりさらに、 ビンゴ国福山城下までを本街道とする。四、よりさらに近世山陽道の角方までを本街道とする。鴨型往来の定義は地域や人、文献資料によって様々。鴨型ガ体制は海岸線の交代により成立していることや山陽道の大替路としても機能していたため、上方に続く道として情報道という別名をも持ち、 情報道が展示での鴨形道ということも踏まえて、ここでは、岡山市中心部から、福山市津野町までを本街道として説明する、こととする。鴨形より、東は、江戸時代に、岡山藩が、備前国岡山城下を中心とした形で放射状に、整備した岡山藩六貫道のうちの一つ。うっ市時代に、岡山藩が、岡山城下の北側にあった山陽道を、 城下内に誘導させ、そこから放射状に、鴨型往来、コンピラ往来、松山往来、津山往来、倉敷往来、牛窓往来の6つの感道、すなわち、岡山藩六感道を整備した。岡山城下側における鴨型往来の起点は、境町千網橋、現在の北区表町二丁目天満屋付近と推定され、当時は、調合所が置かれていた。そこには、 城下内に誘導した山陽道が南北に通り、いわゆる城下の中心地であった。栄町千阿弥峡より、庭瀬、行坂付近、長尾、占い身などを経て、鴨方に至る。旧庭繁域までの半街道指定路は、コンピラ往来と重複しており、そこまでの街道に関しては、庭瀬往来という別称でも故障される。鴨方より西へは、 雲州街道や石州街道と連結する商工でも、あった笠岡、金の裏などを経て、ビンゴ国福山城下に入り、足田川を渡って、角郷にて、山陽道と接続していた。福山では、福山城下より東を笠岡街道、西を尾道街道という故障がある。岡山藩主の池田三政の次男である政子が、三政の隠居に際し、 日田開発の地となった浅口郡に2万5千国を分包され、日田藩を立藩したことにより、鴨方には陣屋が置かれ、本藩との間を短落する鴨方往来の必要性が生じ、岡山藩六藩道のうちの一つとして整備がなされる。岡山藩六藩道のうち、鴨方往来以外は以下の通り。岡山城下からの鴨方往来の経路は以下の通り。 当時の経路をたどると、大友交差点の西までは、ほぼ国道2号別線を西へ進む。大友からは、市役所筋、県道173号の西側の道路が、かつての往来にあたり、四方の小学校の南を通る小径となる。道なりに進むと、大野辻あたりで、旧2号線と交差し、北側へと渡る形になる。そして精神し、笹ヶ瀬川を川沿いに下り、 92号線の南側へ、白石橋付近で西側へ渡り、久米地区へ入る。一方通行の標識が続く道が、鴨型往来であると否定され、さらに西に進むと、JR 山陽本線と交差し、これを越えて、庭瀬に入る。JR 庭瀬駅前で、県道151号を通過した後は、市街地を抜けて足森川を渡ると、夏川地区である。次は、 川崎医科大学の看板を遠方に直進する。松島地区では中小駅との間付近の省計をさらに進み、旧2号線と交差しこれを超える。倉敷北中学校を回り込むように進むと、あとはほぼ直進する。この辺りが、戦下地区に一番近づくものの、鴨型往来自体はそこには向かわない。また、現在の倉敷へもよらず、船尾に向けて直進する。 JR 西八駅まではかつての往来と並行する形で北側に県道60号が都市計画道路として整備されている。なお、この付近は明治の改修までは高橋川の東園であり堤防道路の名残がある。高橋川遺西が旧和作地郡である。JR 西八駅の北側では近世と近代の鴨型往来が分岐する。 近世の鴨型往来はさらに県道60号と並行して進み、船尾橋の手前では県道60号の北を進んで高橋川の堤防に到着する。一方、近代の鴨型往来は92号線の旧道であり、92号線を覆う形で、津良島に向かい、霞橋で高橋川を渡り、玉島に入る。 近代の鴨型往来は、JR 鴨型駅のある六条院地区を通り、陣屋の置かれていた鴨型は通らない。ここでは、鴨型往来という街道名を踏まえ、鴨型を通らない近代の往来ではなく、近世の往来について述べることとする。高橋川を渡り、船内区へ渡ると、堤防道路として、県道279号が通る。その堤防した道路が、かつての往来にあたる。 ここからは、県道60号が、経路に一致していることが多いが、近年改修が進み一部は、近接地に新規路線として整備されている。船尾小学校付近、そのまま道なりに進んでいけば、長尾地区に着く。長尾地区は、玉島港から、矢でも経て美袋の松山往来に接続していた、玉島往来と交わるところであり、古い町並みが残る。 新幹線の高架付近までが長尾地区の中心であった。この付近の県道60号は山陽自動車道との接続道路として路線が新設されたため、かつての往来は倉敷市道となっており、新幹線の高架手前を右折し、新しく整備された県道60号と交差した後、県道60号の北側を並行して進む。中世までの海岸線はこの辺りであり、 鴨形へと続く JR 山陽本線付近の定地は、水道を停する海であった。そして亀山山焼き、水駅の流れを継ぐものとされ、特に鎌倉時代から室町時代前半にかけての約200年間に大量に生産され、ここから搬出された。唐道口一帯の入り江は、亀の白と呼ばれ、富士戸海峡から津良島の北を通り、亀の泊まりへと続く航路があった。 ちなみに、道口のつからは、山陽道八影宿へと続く、富峠を越えの八景往来があることから、文字通り、道の口に由来する地名と思われる。山陽道側には猿掛かり山があり、当時この一帯を支配下に置くことは重要な意味を持つ、ものであったはずである。富田地区で、県道35号の路線上となり、富峠へ向かわずに、 富田京北交差点を左折しを渡ると、いわゆる、鴨型の旧陣屋街に入る。この辺りで、道筋は、幾度も折れ曲がる真姿を残し、陣屋の中心地であったことを思い起こさせる。手前は三日市と呼ばれた商工業の集積地であったが、現在は商店もまばらである。陣屋の意向としては、石垣、井戸が、わずかに認められる。現地案内版の説明として、 神宮えずに、表五門、め長屋、御座敷、銀味城、御家小井前三倉、老番詰所等の建物が描かれ、屋敷は、東西約56.8メートル、南北約32.7メートルであることが、記されている。往来は、県道60号と分かれ、JR 山陽本線の通る里省庁の、里見地区へと伸びる。途中で分かれた近代の往来と流し、その後、 里城東小学校、里城中学校の前からは、県道288号の北側に並走し、県道288号に一度合流した後は、笠岡市富岡地区に入り、JR 山陽本線と並行する形で、JR 笠岡駅前の北側へと続く。ちなみに、里見地区から笠岡にかけては、かつて海岸線であったため、近世以前の往来は、 JR 山陽本線と並行する形ではなく、県道60号と並行する形で内陸部を通っていた。JR 笠岡駅前の北側から、金保地区に向こう。笠岡駅前の北側の少し西では、運州街道と呼ばれた、東上往来が、山陽道7階地塾に向けて、北に伸び、金保地区では、石州街道と呼ばれた、銀の道が、 山陽土ビンゴ国分寺に向けて伸びる。鴨型往来は、雲州街道と石州街道をつなぎ、JR 山陽本位線と並行する形で、広島県境へと向かう。ちなみに、金仏地区伊勢はかつて海であったところを通っており、ビンゴ福山藩の水野市による干拓によって陸地化がなされる以前は、石州街道に沿って、坪瀬に向かい、内陸部を通って福山に入っていた。 1661年、水野正主四代目福山藩主の時代に、吉浜干拓が完成し、干拓堤防が道として利用できるようになり、1732年に、近世鴨型往来となる道筋が形成された。笠岡市、吉浜の恵比寿様のお堂前にある大岩には、京宝17水野絵根店この道場樹と刻まれており、岩山を切り開いて、 経路の付け替えを行ったものと考えられている。広島県福山市のうち、県境より、福山城下までの経路は次の通り、三船町一丁目のバス通り沿いには、もともとは、東町一丁目にあった、左九州道の道五里三原八里とも、港三里、右上方道笠岡三里玉島八里岡、山十六里と刻まれた道標がある。徒歩が、 中心の時代に整備されたものであるため、車社会においては、そのままでは対抗はできないほどの道幅となっている。住居を移動させての拡幅は、ほぼ不可能なため、並行する形で道路を新設している箇所がほとんどで、現在でも、かつての往来の様子を伺える部分は多い。街道の性格としては、海岸線の交代による、新高地を結ぶ、形の東側の部分と、 旧来の集落を結んだ規制の道を踏襲したと思われるような西側の部分で構成されている印象となっている。特に浅口市及び里城町内は古代の豪の中心地を連絡しており、国府へ向かう伝道の痕跡を検証しても良い状況である。また、現在も周辺には学校、公共施設などが点在し、 行政機関の統廃合の影響は生じているものの、集落の中心地であったことの名残も伺える。海岸線の交代により幾度も経路変更がなされており、変更以前の経路については不明な点が多い。しかも、鴨方や笠岡の中心部を通らず、玉島洞口から福山市内にかけて、現在の山陽自動車道とほぼ並行するような形での古道も存在する。 しかも、その鼓動上には、笠岡市入り電において、入田板書と呼ばれる板書跡もあり、時代によって経路がどのように変わっていったのかについて、今後の解明が求められる。岡山県において、現在は笠岡市の一部を除き、一致する部分はほとんどないものの、国道2号の路線構想の原型となっている。ありがとうございます。